エモヤンの人生ふらりつまみ食い。皆さんこんにちは、エモヤンです、今日はですね、コロナ禍で世間が、自粛、アホの一つ覚えの自粛、それしか能のない、知事さんやら、担当皆さん、まだやたら自粛する人だったらコロナ収まると思い込まされている我々にとっては、ちょっと、科学的な根拠もさほど示さず抑え込まれています。私は抑え込まれません、自由にコロナのないところで、こうして、逆に言えばコロナのおかげで皆さんが静かな、私は逆に静かな場所に来てゆっくり静養するというんですかね、人間はこういう静養するのも必要ですので、今日はこの素晴らしい最近見つけたですね、一番の憩いの場所です。今ちょっとコーヒーを試させたので、今お店の人に、ここは偶然ちょっと見つけたんですけど、私は日本の中でね、いろんなところへ行きましたけどね、ここは本当に素晴らしい。すみません、YouTube で。よろしくお願いします。ありがとうございます。この前はご主人のお父さんに。YouTuber ですね。今日は、はい、ありがとうございます。これチーズケーキとコーヒーで今日は。ご主人は、普段ね、ここにいらっしゃらないんですけど、週末は、ご主人も来られるそうで、今日は知人とこうしてゆったりしリフレッシュをしに、皆さんもね、自分なりにこう見つけてね、リラックスできる場所をないとですね、この今の時代のストレスが溜まりますから、日常生活の中でね、抑え込む方はね、別にお金に苦労もなく、毎月給料がちゃんともらって、日銭で稼いでる人たちを抑えつけてというようなご時世の中でですね、いずれにせよどの分野の皆さんもストレスが溜まったり、イライラがしたりというような時にですね、自分なりに見つけて、やはりね、自分の憩いの場所っていうのはね、自分で見つけなきゃダメですよ。人に聞いてね、来るのもいいですけど、私のようにですね、ぶらりしながらね、突然ね、つまみ食いのようにぐっとこう寄ってくるとね、こんなとこがあるんですよ。これね、さっきも言いましたけど、私は全国いろんなとこ知ってますけど、この東京近郊で、これほど絶景の場所って、ね、まずあります。いろんな方も来られるみたいな、今日は隣がね、なんかバーベキューをやるそうな、やかましくなったし、シャレに行く、早めに終わりますけど、ここはですね、とある、千葉の海岸である前がもう、絶景の絶景でね、こんなところに、そうそうね、あるもんじゃないところを見つけたんで、今日はここでしばらく息を養いつつ、ゆっくりと気持ちを落ち着かせて一日を送りたいと思います。場所は言いません。お探しください、皆さん自分で。そんなことで、またいい場所を見つけたら、皆さんにご紹介したいと思います。以上でございます。